はい、皆さんこんにちは、村長です。先日からチャット GPT を使ったコード指南ということで、そこからですね DAW の方につないでいくというような動画を上げさせていただきました。とってもたくさんの方が見ていただきまして、今日現代も伸び続けています。またそちらの方は見ていただいて、最新のチャット GPTAI 技術を使って入力していくんですけれども、流れとしてはいい感じにできるんですけれども、コード進行自身がですねあまりトリッキーなものであったりとか、自動的に AI が考えるもんですから、音楽専用の AI でもないですからですね、コード進行がとってもヒントになるかと言われると少し弱い部分が感じられました。もちろんそれを修正していくやり方などもお話しして、単純なコードからでもですね DAW で簡単に修正もしくはテンションをつけていくことができるので、まあそれでやってみましょうというお話が前回までの話でしたが、今回画面に出しているのはもう随分前から何度か紹介はしているんですけれども、コードウォーカーという AI を使ったコード指南のウェブアプリがあります。今画面に見えてますように、これは長としましては C ですね。ここで選べるわけですけれども、このようにですね、まあ分かりやすいように波長長にしておきます。そうしまして、このように押したところが赤になります。そして次のコードっていうのがですね、この濃い青ですね、ここに行くのはどれでもいいよみたいな感じで、そして薄めの色がありますね。今で言えば Em や D っていうのですね、これは悪くもないけれどもちょっと不安定になりますよ。その他の白いキーですけれども、これはあまり推奨はされませんというような、そういう形になってるんですね。そしてパソコンのキーボードを模していまして、コンピューターのキーボードででもこれを操作することができます。例えば R のキーを押すとこのようになります。隣の E、 はい、このようにですねどん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 色が変わっていってですね、次はこれがいいんじゃないかというのが出てくれるというようなソフトです。今はトライアド、いわゆる3和音で表現される音を並べてるんですけれども、左を選び直すことによってですね、テトラッドという4和音の構成になる。それではどのようなコードがあるかというのがこのように出てくれます。そしてもちろんここにないものは自分でですね作ることもできます。そしてキーボードにアサインができます。鍵盤に慣れている人は MIDI キーボード、これですね、こういうふうに鍵盤的に配置を並べましてですね、例えば僕の場合でしたらキーボードはアイリグキーというのを使っているんですけれども、そういうキーボードを使って入力するとかいうこともできるんです。一応推奨というのは、僕はパソコンキーボード、これでやるのがいいんではないかな、そのように思っています。そしてこの右側ですけれども、コードの重心というのが変えれまして、今は G4 ぐらいのところにあるということです。ちょっと僕は高めにしておきます。そしてベース音を鳴らすかとかですね、そういうこともいろいろできまして、今度は DAW とつなぐためにですね、ブラウザーを MIDI 鍵盤のようにできる機能があるんですね。ここで出力先をループ MIDI というふうにしています。ループ MIDI というのは何かと言いましたら、この今左の端の方に出ましたが、これも無料のソフトなんですけれども、こういうのを仮想 MIDI とか言います。仮想のポートを作るわけです。そうしましたら、これがいかにも MIDI 鍵盤のような形になって
DAW に入力できるということになるんです。DAW というのは、どんな DAW にでもですね、まあ今回はスタジオ1ですけれども、この外部 MIDI ですね、ここにですね、ループ MIDI というのを作ってあります。ループ MIDI は、ポートはループ MIDI ポートから入ってきますよ、というふうに設定をしておきますと、これがいかにも鍵盤のようになるわけです。ちょっと見ていただきましょう。これでは DAW が隠れてしまいますので、マルチモニターの人は違うモニターに表示しておくということもできますが、1画面の人はですね、このように小さく表記をしましてですね、押すところさえ見えればいいですので、このようにしておきます。そうしましたら、例えばここにですね、ステップ入力をしていきます。スタジオ1ではこれがステップ録音です。このスタジオ1を選択しましたら、後ろに行ってしまいました。もう一度こう出しますが、こんなことを一回一回やってられませんので、これをトップオンモストといって、最前面で固定するようないろんなフリーウェアが出ています。僕は Windows 版の最前面でポーズというソフト、これもまた概要欄に貼っておきますけれども、このソフトを使って、ポーズのキーを押すとですね、これが最前面になりますので、スタジオ1の画面をこのようにクリックしましても、これは後ろに行かないようになります。そうしまして、注意することは、ここですね、この MIDI データと書かれているトラックに入力をしていこうと思うんですけれども、じゃあ、どのように入力ができるかを確認します。いくつかポイントがありますので、まずはスタジオ1の場合はですね、入力したいところに箱を作らないといけません。このように箱を作ります。そうしまして音符の長さですね。今回は1小節に1つ入れるということをまずは仮定しまして、全音符を選択しております。そしてここのステップ入力のこのボタン、これをオンにしておきますと、ブラウザーの C を押すとドミソの音が入ります。入りましたね。今紫で表示されていますけれども、今度は F を押します。このように入力されました。こうしていきますので、もう一度ちょっと消しますね。消すのはですね、スタジオ1の場合は、ここに戻るとかいうのがあるんですが、これを効率よくしようと思ったらですね、このインスペクターは一旦切って、この戻るとかいうのをいつも見えるようにしておく方が操作がしやすいですね。これで戻ります。はい、このように戻りました。まずは C のキーを押します。候補が濃い色が3つぐらいありますので、この F を押します。たまにはトリッキーな音もいいでしょう。D。はい。このように音が入ったわけです。今説明しながら考えながらやっていますけれども、これはもっと早く入力することができますよね。今すべて元に戻しましたけれども、これを今僕はマウスでやってたんです。これをマウスじゃなくてですね、左手のキーボードでやりますとこんな風になります。このように入力ができるわけです。ちょっと最初に話が戻りますけれども、この仕組みをもう一度ルーティングという形でお話をしたいと思います。
説明を作りました。コードウォーカーを使った AI コード指南システムということでですね、これはブラウザーは何でもいいです。コードウォーカーのサイトに行きます。そうしましたら、先ほどのこの画面ですね、これが見えるということになります。そうしまして、この左下の方に仮想 MIDI のループ MIDI というのがあります。これも概要欄に貼っておきますので、ダウンロードして使ってください。こうするとですね、ループ MIDI を中間に挟みまして、ブラウザーの音がいかにも MIDI 鍵盤同様になりまして、DAW の方に行くわけです。そこで、このステップ録音というのをすると、音が入る。まあ、こういう仕組みで連携してるわけです。このように入力ができましたら、演奏はどうなるかと言いましたら、この Expand 2にピアノの音源をセットしてあります。ですから、これを再生すると、はい、このように演奏がされるわけですけれども、この Expand 2のようなシンセサイダーはアルペジエーターとかもありますので、例えばそうですね、プリセットしてあったかな、アルペジオというのをちょっと選んでみますね。そうしましたら、とこういう風に演奏になるわけです。前回からも言ってますように、この MIDI はですね、このように MIDI ポリッシャーというルーティングに便利なソフトを入れてありましてですね、ここで拾ったものを、この Expand 2は入力をその MIDI ポリッシャー、このようになっています。ただし、MIDI ポリッシャーというのが2つあります。このようにですね。この2つ目というのはこの下なんです。実際で言えばこのトラックなんですけれども、このトラックのインプットは MIDI ポリッシャーのベーシックの方から呼んできていますので、この MIDI というのはここになくっても、この1つだけで全部のこのトラックですね、インストゥルメントトラックにルーティングができるようになっているわけです。ですから、ピアノもオンにしてみましょう。そうしましたら、とこういうふうにもなりますし、ギターとやってみるということになれば、このようになりますし、ドラムもオンにしたら、このようにもなりますし、例えばギターをちょっと切りまして、今度はアコースティックギターをオンにしまして、やりますと、アコースティックギターを少し雰囲気を変えてみますね。はい、ちょっとですね、今アコースティックギターを見ましたら、このキースイッチのエリアにも音が入っていました。ですから、このオクターブをちょっと変えた方がいいですので、この MIDI のところをですね、すべて選択してオクターブちょっと上げます。これでやってみましょう。まださらに上げます。
はい、このようにですね、ユージャムのギターのスタイルを変えるとですね、演奏ができるようになるわけです。もちろんベースを加えることもできます。ベースも一緒に鳴らすことができるわけです。もう一度言いますが、ここにミディがあります。このミディを入力するのはですね、今回の本題であるコードウォーカー、これを出しましてですね、そしてステップ入力、例えばこれを2分音符でやればですね、2回で1小節ですので、そのような入力もできるわけです。このぐらいの尺にしておいてですね、やってみますけれども、こうやってとしたらですね、はい、ここに入ってますね。このように半小節ずつ入れることもできるわけです。こうなるとこのように演奏ができる。おさらいでしたけれども、こんな感じでコード進行が簡単に入れれる、そして色で指南をしてくれるコードウォーカー、とっても便利ですので、皆さんもぜひアクセスして試してみてください。村長スタジオでした。村長ミュージックスタジオ。